ザ・クロマニオンズは、広本、ヒロと、マジマ・マサトシを中心に2006年7月に結成された日本のロックバンド。2005年11月に活動休止を発表したザ・ハイローズのマジマが、広本にバンド結成を持ちかけ、二人と仕事、プライベートでザ・ブルーハーツ時代から信仰のあるレコーディングエンジニアの川口聡氏の紹介により、小林、 キリデンが加わってザ・クロマニオンズが結成される。2006年春には、アルバムレコーディングを済ませ、全国各地の夏の音楽イベントに、バンド名以外は公表せずに出演を発表するも、ネット上で芝叩く間に、ヒロトとマーシーの新バンドではと、噂が流れ、デビューとなった大阪でのミートザ・ワールドビート2006の、出演前には、ザ・クロマニオンズの、 登場アナウンスが流れるや一部の観客から、ヒロトマーシー、の掛け声が飛んでのデビューとなった。シングルアルバムには、初回生産限定版が存在し、それらはほぼ全て紙ジャケットで、特典 DVD 付きとなっている。また、アルバム、モンドロケアから、パンチまでの CD 作品は、完全モノラル録音で、一旦、アナログレコードでカッティングした上、その音源を番を起こしして、 デジタルリマスターしたものを CD 用のマスターとして使用している。同時発売されているアナログ版では1960年代の意識版を可能な限り再現している。デビューから一貫して楽曲の買い切り配信、ストリーミング配信ともに行われていなかったが2020年7月22日にライブアルバムザ・クロマニオンズツアーパンチ2019から2020を 初めて配信でリリースした。ザ・クロマニオンズというバンド名2006年4月5日、アルバムのレコーディングが終了した後本と、マジマは、ローリングストーンズの名古屋ドーム公演を見に行った後、名古屋のホテルでこのバンドの名前を決めようと、話し合っていた。その際、後本が、クロマニオンズというバンド名を提案すると、マジマが、おう,う、とうなって、ポケットから紙を取り出し、 そこには偶然にも、クロマニオンと書かれていたそうで、この偶然によりバンド名が決定したと語っている。高橋義夫は、日本のロックバンド、ザ・クロマニオンズの、マスコットキャラクターであり、馬である。猿のような風貌で、後本広と曰く、我々の分身であるとのこと。ありがとうございます。